ブラウンズフェリー原子力発電所の原子炉建築風景。第二世代原子炉は第一世代に比べより大型になった。第二世代原子炉は原子炉設計の分類。第二世代という区分は第4世代原子炉の構想が導入された際に、米国エネルギー省によって4つの世代の一つとして示されたものである。第二世代炉は1990年代末までに、 設計された初期の商業用路を意味している。これらは、原型路と早期の実証路からなる、第一世代路とは、対照的に実質的な利用を目的とされた実用路である。第二世代路には、加圧水型、沸騰水型、CANDU 路、改良型ガス冷却路、VVR、RBMK などが含まれる。 第二世代原子炉は多くが30年から40年の設計寿命を見込んで生産された。これらの形式の原子炉は安全性をより高くするために改良が加えられ続け、1990年代にはより改良された第三世代原子炉に変化した。第二世代原子炉は現在では古い技術になっており、安全性などは第三世代と比べ劣っている。一方で、 コスト面から改良型の第二世代炉が新設される例もある。2000年以降に建てられた発展型第二世代の設計に対しては第二世代という表現が使用される。代表としては中国の CRP 線などが存在し、より高価な第三世代原子炉との競争においてこの故障がよく使われる。第二世代では、 改良型の安全システムや設計寿命を60年にするなどの近代化が見られる。第二世代原子炉の設計は一般的にもともと設計寿命が30年から40年である。しかしながら第二世代原子炉の多くはその活動寿命が50年から60年に伸ばされており、再び活動寿命が80年に伸ばされることも経済的であるとされる。先進諸国では スリーマイル島事故やチェルノブイリ事故以降に原子炉の多くが建て替えられなくなったことから当時現役であった第二世代炉が現在に至るまで稼働している例が多い。ありがとうございます。